ペリクレスペリクレスは古代アテナイの政治家であり、アテナイの最盛期を築き上げた重鎮として有名である。また、彼と愛人アスパシアとの間に生まれた諸子で、後に軍人になった小ペリクレスと区別して、オーペリクレスとも呼ばれる。ペリクレスの父は紀元前479年のミュカレの戦いの指揮官クサンティッポス、母はクレーステネスの命であり、 アナクサゴラスの弟子でもあった。紀元前462年、ペリクレースは、貴族派のキモンが出生中の不在を狙って、民主派のエフィアルテスと共に、アレオパゴス会議の実権を奪って、全アテナイ市民による政治参加を促進した。翌年、キモンが、東編追放によって、正式に国外追放されると、以後アテナイの最高権力者の地位を独占した。 全444年から430年までの15年間、ベリクレスは毎年連続ストラテゴスイコール将軍職に選出され、アテナイに前世時代をもたらした。また、キモンが古くからの領地による富の再配分を行っていたのに対し、ベリクレスは自ら積極的にアゴラでの売買を行い、アテナイが商業的なアゴラを推進するきっかけともなった。この頃、 ペルシア戦争に勝利したアテナイは、前世時代を迎えていた。大国ペルシアの脅威が薄れると、デロス同盟の名主であったアテナイは、その同盟資金を事故の繁栄のために流用するようになった。デロス同盟は、対ペルシア防衛機関という本来の趣旨を失い、いわゆるアテナイ帝国を支える機関へと変質を遂げていたので、ある。ペリクレスは、デロス島において管理していた。 同盟資金をアテナイでの管理に移し、パルテノン神殿などの公共工事に同盟資金を積極的に流用し、アテナイ市民の懐を潤した。アテナイが同盟内のポリスに対して先制的に振る舞うようになると、同盟から離脱しようとするポリスとの間に対立が生じるようになる。また、ペルシア戦争の勝利に大きな貢献をしたもう一つの有力ポリススパルタも、 アテナイの動きを冷ややかに見ていた。スパルタがデロス同盟から離反したポリスを支援するようになると、紀元前431年、両者の間に戦争が勃発した。ペリクレスは強力なスパルタ陸軍に対し路上策を取り、海上決戦の機会を狙っていたが、翌年場内に伝染病が発生したことで、多くの市民が犠牲となって、急速に市民の支持を失い、 自らも病にかかって没した。この時にとった戦争方針から防御的な行動で敵の疲弊を待ち、現状維持を狙う戦略をペリクレス戦略と呼ぶことがある。ペリクレスは弁舌に優れた政治家であった。拡張高いペリクレスの演説は現代にまで伝えられ、欧米の政治家の手本となっている。 1954年に発行されたギリシャの950ドラクマ紙幣の肖像に使用されている。ペリクレスは演説において、以下のようなやや美化された表現で、アテナイやその国性を称賛している。ありがとうございます。